こんにちは、馬でございます。今回なんですけど、昨日の夜にね、新しく任天堂ダイレクトみたいなのが公開されたんで、それをちょっと見ていこうかなと思います。で、今回発表されたのがスーパーマリオブラザーズ35周年ダイレクトということで、まだ内容見てないんでね、ちょっと16分もあるんで、マリオの新作とかあんのかなと期待して見ていこうと思います。じゃあ早速いきましょうか。よっ、先生、本映像を記載する販売に発売日と読めなかった。35周年、おめでとうございます。35年か、すごいな。さあさあ、あ、初代のスーパーマリオ、初代だね。うん、懐かしい。あ、ゲーム&ウォッチ、懐かしい。懐かしいゲーム&ウォッチ。今のことも知らないでしょ。懐かしい。時計いいよね。あ、かわいい。ゲーム&ウォッチ、かわいいね。11月3日発売。あ、限定生産なんだ。これ欲しい人多いかもしれないですね。あ、スーパーマリオ 3D ワールド。3D ワールドって前からなかったっけ？マリオメーカー2でもありますもんね。あ、マリオワールドわかんないんだよね。やったことないんで。ただ BGM はいい。マリオって BGM いいっすよね。最近のマリオは特に。レイジのジャンプの仕方は変わんないんだね。あ、猫マリオ。CD ワールドなぁ。うん。面白そうではあるよね。あ、増えた。めっちゃ増えるやん。な、CD ワールド自体は前からあるよね。それの新作かな。Wii U じゃなかったっけ？マリオワールド出たの。3D ワールド。あ、かわいい。ゴールが逃げてった。スーパーマリオ 3D ワールド。が出んの？プラス？何？またウサギのやつみたいな。なんか前もあったよ、なんかウサギのコラボのやつ。猫？なんだろう。なに、わかんない。フーリーワールド。フーリーワールドって何？ゲーム？2021年2月12日。申し訳ない、フーリーワールドがわかんない。スーパーマリオブラザーズが？スーパーマリオブラザーズが？お！バトルロイヤル？お！バトルロイヤルだ！先生、テトリス99みたいだね。あ、倒した時は別のコースに行くんだ。面白そう。アイテムルーレット。作戦。バトルロイヤル面白そうっすね。加入者限定特典。あ、これも限定なんだ。10月1日から期間限定サービスで配信開始。
ハテナ、なんだ？お、もしかして、マリオカートだ！マリオカート新作出んの？まあ、8デラックスももう3、4年経ちますもんね。違う？家の中知ってる。すげえ、ラジコンかな？これは。家の中がコースになってる。スイッチなんかカメラ機能か何かで。できるのかな？すごい。家具の下とか走ってる。これ面白そうだね。でも、俺あんま自宅公開したくないんで、机周りだけなら公開してるけど、部屋の中は あまり公開したくないからできないな、これは。いろんなコースがあるね。青コーナー。フィニッシュ。面白い。アイテムが多いね、なんか種類が。何これ。結局系なんなの？マリオカートライブホームサーキット2020年10月16日。いいね。まとめてご紹介。大体3月いっぱいなんだね。いろんなコラボとか、ゲームとか。あ、任天堂東京行ったことないですよね。今度行ってみようかな。いいね。あ、マリオカートツアー。昔のマリオじゃない？これ。だよね、スーパーマリオカート。あ、ドンキーコング。ドンキーコング神社なんだ、こいつ。初めて知ったわ。普通のドンキーコングかと思ってたわ。あ、マリオメーカー2ね。マリオメーカー2もやんないとな。スマブラ。スマブラにベビークッパーっていたっけ？クッパジュニアか。クッパジュニアっていたっけ？スプラトゥーン2ね。スプラトゥーン2はもうやってなくてないからな。スーパーキノコの巨大化。スーパーシステムの敵。お、無敵かな。お、フェスグッズかわいい。かわいいフェスグッズ。お、アトモディ。マリオの格追加せんだ。ピンバッジ。かわいい。あ、よい子の、まるまるでまんまる生活だね。プーマさん。でこ。プーマワンチャンフロンターレとコラボ作んねえかな、マリオ。難しいか。任天堂がスポンサー集めてに、京都産業が今、プーマなんですよね。あ、スーパーマリオコレクション。これファミコンの持ってる、スーパーファミコンの。スーパーファミコンのマリオコレクション持ってる。あ、USA 懐かしい。USA クリアできなかったな。お、スーパーファミコン Nintendo Switch Online 本日追加。無料できるんだ。加入してれば。もう終わり？もう10分だった？最後に何か紹介されたし。お！これ昔のマリオだよね。マリオ64って書いてある。顔いじんだ。あ、64の移植か。64やったことないんだよね。64。BGM がいいな。かわいい。やったことないからな。移植するのか。スイッチ。お。あ、マリオサンシャインかな、これは。
3試合も全くないんだよね。俺64は持ってなかったし、ゲームキューブは持ってたんですけど、サンシャインはやったことないんで。この画質綺麗なの、サンシャインって。結構サンシャインと君はいいゲームだって言いますからね、みんな。あ、ギャクシー、ギャクシーだ。ギャクシーもな、ウィン持ってたけどやったことないんですよね。一回実況しようかなと思ったこともあるんですよ、何がギャクシー。ただ結局実況はしなかったんですけど。へー、まとめて言うのかな、64サンシャイン、ギャクシー。スーパーマリオ 3D コレクション。お、やっぱり、まとめて販売するんだ。これ欲しいな。これ欲しくない?ゲームやったことないからさ。3D コレクション。これいいな。解像度の向上。あ、画面比率が上がったり、重厚にホームに対応したり。あ、マリオメーカー2聞いたな、こうスライダーって聞く。これも。いいね。サンドダッカーってのはいいね。あ、これ、18人集めてもうすぐじゃない？あと2週間くらいだよね。欲しい、これ。期間限定生産なんだ。これ欲しいな、実況したくなっちゃう。うん。あ、確かに。めっちゃできんじゃん、マジよ。おお、すげえ。めっちゃある。マジよ、やったことないマジよも多いな。やってみよう、いろいろマジよ。あ、終わりか。よかった。ありがとうございました。ヒストリーを怒りながらお別れです。ミドレーか、やべ、マリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズか、懐かしい。あ、無限1アップね。これできなかったんで、俺できなくて、お母さんにお母さんにやってもらってた。やってーっつって。あ、マリオブラザーズ3はね、好きだよ。これはクリアしたから何回も。懐かしい。あ、マリオランド、マリオランドの BGM がいいんだよな。この BGM やったことないけど。あ、マリオワールド、マリオワールドもクリアできなかったんだよ。結構、スーパーマリオ、マリオメーカー2では多いけどさ、このコースも。マリオワールドの。クリアできなかったんだよね。USA もクリアできなかった。ほとんどマリオ投げ出してんな。USA もね、やったことあるんだけど、あの、スーパーマリオコレクションで、スーパーファミコンの。いや、64ね。BGM がいいな。64もいいゲームとか聞きますからね。DS でも出たんだっけ?スーパーマリオ 64DS。あ、サンシャインね。あの、この水出すのがサンシャインのイメージ合うな。ポンプ。2002年か。もう18年前。あ、ニュースーパーマリオブラザーズね。任天堂 DS の大きくなったり小さくなったり。
やったなー、これも。これもクリアした。このコーラの、ライやつが好きだった。で、マリオギャラクシー。マリオギャラクシーももう13年前なんだ。10年くらい前かと思ってたよ、俺は。で、ニュースーパーマリオブラザーズ、いいね。あ、ギャラクシーの方が好きなんだ、ウィーより。ニュースーパーマリオブラザーズ、ウィーより。ギャラクシーの方が好きなんですね。マリオブラザーズ、ウィーも、実況したんですよ。ジョージとか、と、SP プロジェクトメンバーで。でも、それもお蔵入りになっちゃったんでね。CD ランド。CD ランドも9年前。もう CDS が10年前ですよ、もう。最近の子供知らないんじゃないの、もう昔の DS とか。スーパーマリオ 3D ワールド。Wii U。Wii U も持ってなかったからな。うん、世界観が楽しそうだよね。マリオ 3D ワールド。あ、来た。オデッセイ。オデッセイも結局やんなかった。評判良かったけど。この洋楽いいよね。かっこいい、おしゃれ。スーパーマリオですね。マリオの完全新作はないのかね、今回。昔のリメイクとか移植だったりとかで。スーパーマリオブザーズ35周年。終わりかな？あ、終わった。いやー、よかった。ありがとう。停止します。いやー、よかったね。俺個人的にはやっぱバトルロイヤルとかはゲーム実況をしたいなと思ったし、やっぱゲーム実況者だからそういう考えになっちゃうんですけど、スーパーマリオ 3D コレクション64もサンシャインもギャクシーもやったことないんでね、それがスイッチで解像度が上がってできるっていうのはとても魅力的だと思います。うん、いやー、ちょっと楽しみが増えましたね。もうすぐ発売だもんね。これはちょっと購入を検討せざるを得ませんね。はい、ってなわけで、今回はスーパーマリオブザーズ35周年ダイレクト見ました。35周年ダイレクト、まだ見てないよって方は、動画の説明欄に任天堂さんのその動画のね、URL 載せておくので、ぜひ見てみてください。はい、ってなわけで、マリオ35周年おめでとうございます。これからもいろんなマリオ見たいですね。応援してます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。またダイレクトが何かあったらね、動画撮ると思うのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。